新型コロナウイルスの累計の感染者が1000万人を超えているインドで、国産を含む2種類のワクチンが承認されました。近く医療従事者から接種が始まります。インドの医薬品規制当局は3日、緊急使用の許可申請が出されていた2種類のワクチンを承認したと発表しました。承認されたのはイギリスのオックスフォード大学と製薬大手アストラゼネカが共同開発したワクチンと、インドのワクチン製造会社バラートバイオテックが開発した不活化ワクチンです。これらのワクチンは2度から8度と冷蔵庫の温度で保管できるため、超低温での流通網の整備が不十分な農村部などでも接種が広まることが期待されています。人口が13億5000万人を超えるインドの累計の感染者数はおよそ1030万人で、アメリカに次いで世界で2番目に多く確認されています。インド政府はこれらのワクチンについて近く医療従事者から優先的に接種を始めるとしています。